はい、どうも皆さんこんばんは、のろしのやよいです。こんばんは、夜明けです。ノーマンズスカイエコーズ、うん、やっていきたいと思います。はい、ということで、収録としてはかなり久しぶりになるのかな。まあ本来であれば、まあ、最後にやってたのがウェイポイントの時で、うん、で、まあウェイポイントの時やってて、途中からリバイアさんの攻略をやって、うんうんうん、で、そこからまた飛んで今度ユートピアの攻略をやって、まあ、やったからこそ今ここに2人ともユートピアスピーダーがあるわけなんですけど、うん、で、なんなら今またリバイアさんの動画は出してないし、ユートピアの動画も出してないしっていうので、まあ、時系列めちゃくちゃな感じに切った動画をね出していく感じになると思うんですけど、うん、今回エコーズ、まあ間のね、まあインターセプターだっけとか、なんかシンギュラリティとかあったけど、その辺すっ飛ばして、うん、まあ間ちょろちょろねプライベートで遊んではいたんですけど、今回のエコーズのアップでちょっと面白そうだなっていうところで、まあ別に前が面白くなさそうだったってわけじゃないですけどちょっと撮っていこうかなと思って、今回撮影をしています。はい。で、あと今回やっていくことですけども、まあとりあえずエコーズの内容一通り遊ぼうかなというところで、うん、まあ戻ってきた者たちの、まあ新しいミッションと、まあ新しいマルチツール、あの杖のマルチツールですね、うん、欲しい、まああれのニュースと、ニュースだって入手と、うん、あとドレッドノート級海賊艦との戦闘、あれね、で、あと最後に、公開者の共同探検っていうところまでやりたいなと思ってます、うん、はーい、ということで、まあ、早速ですけど戻ってきた者たち、まあちょっとねこれね初めてだよね、多分ね、わかんないけど、他にもあるのかな、この発生条件のあるミッションって。メインミッションが発生条件になってるやつって、まあ、あったかなかのかもしんないけど、うんうん、我々全く、あの、アトラスと、なんだっけ、アルテミスミッションの前、1ミリもやってなかったんで、うんうん、ねえ。ほんと、あと、9月の3日、2日から3日。うん、にかけて一晩二晩ぐらい使ってうんうん、うん、あとアルテミスミッションと、あとまあアトラスは発生条件じゃないんですけど、なんかアトラスを終わらせないままアルテミスミッションを終わらせちゃうとバグで進行できなくなる可能性があるみたいなことをウィキで見たので、うんうん、一緒にやっつけて、うん、他にも何個か発生条件のミッションがあったので、それを片付けて超特急で片付けて、この戻ってきた者たちを、はい、発生させて、さあやりましょうと、うん、いうところになっております。いやー大変だった、ね、一生懸命やったけど、結局やっぱなんか話はよく分かんなくて、なんとなく雰囲気で楽しみましたみたいな、そう雑な感じで、あの曲が流れればもうよしみたいな感じ。あ、そうね、あの終わりのところの曲が流れれば、もうあれが流れるだけでなんかもう頑張ったっていう感じがするから、ね、もうそれだけで楽しい。はい、ということで早速戻ってきた者たちやっていきましょうかね。開封の儀は後で。そうだ、ヨアちゃんが溜め込んだ、うん、あれだね、怪しい物品たちを。そうだね。はい、じゃあとりあえず渡してください。とりあえずパパパッとやっちゃいましょう。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,4個あげよう。まあ何かというと1スタック50個かよすごいあるんだって。何かというと、まあやってない間、まあ本当につい最近なんですけど、まあゆあちゃんのノーマンズスカイやりたい欲が高まってきて、私がアーマードコアをやってる傍らとかで、うん、アーマードコアやってたり編集やってる傍らで、ゆあちゃんはひたすら金とナノマシン化石を
延々と続けていてさあ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 、いつの間にか岩井ちゃんのナノマシンじゃないや、マルチツールはいつの間にかエースになってるっていう。そう、はあ、開けてきますか。開けてこう。何が出るかな。これつどつど消費していかないとあれだね、いっぱいになっちゃうね。ね、全部バーって開けられるだけ開けますけど、まず怪しげな罪の武器を。オラ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 。どうしようこれ、このまま売ってナノマシンにした方がいいのかしら。うん、ナノマシンにした方がいいです。はい、そうなんだよ、もううざんくさい系シリーズは私ある程度揃ってんだよな。うん、あーでもなんか何個か取っといた方がいいのかな。また買えばいいよ。あ、はい結果また買えばいいよ。うん、いやなんかほら、これからあの杖のマルチツールを手に入れるにあたって、うん、こうね、出番があるかもしれないみたいなふうに思ったけど、うん、まあ別にいいのか。なんか枠がいっぱいになってるので無限に開けれるんだけど、無限に開けて入らなかったら宇宙船に行くよね。そうだよね、めんどくせえことになったな。おら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 、ちょっと一回打っていきます。これさ、なんかさ、よくわかんないレアアイテムはさ、どうしたらいいの。あ、それ売り物です。売って売って。どこで売るとかあんの。うん、どこでもいい。お店だよ。いやなんかほら、どこで高く売れるとか結構気にしてたらキリがない。いやこれは異物だから、うん、どこでもいいのか。どこでもいい。でこのうさんくさい系のモジュールをバシバシ打って、うん、わーすごい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 ぞすごいぞ、ヨアちゃんの努力の結晶のおかげで私のナノマシンがバチバチに増えていくやば、すごい、よう集めたね。へへ、よく集めたわ。私の預かり知らぬところで、いや預かり知ってはいたけど、うん、私が編集なりなんなりしてる横でお絵かきをしながらちま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 と集めてらっしゃいましたけどそうそうそう。この種族記録ってやつはどうしたらいいの。これは解析すればいいの。あ、全部解析したり、なんかポチポチポチって押すと勝手に開かれるから。あれ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 、うる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 、全部うる。よし、OK。はぁ。なんか解析した結果何がどうなったのかよくわかんないよ。10万ナノマシンになった。すげぇ。よぉ。素敵。で、この異物は売っちまうでしょうね。まだ私開封が終わってないんですよ。うん、頑張って。で、開封が終わったからアクセシビリティのこれを、よく買い集めたね、こんなに。うん、いっぱい買った、そしていっぱい金を失った。そうだね、一時なんか200とかになってたもんね。226ユニットになってあ、やばっていやー、ない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 金がなさすぎるんじゃ。一瞬本当に金なかったとき、私ちょっとなんか売れそうなもん微妙に渡したもんねそうそうそう、こんだけあれば多少元手になるでしょみたいなそう、くれたよね、ありがとうございます。お高いやつ、いやーすげーな。いや私もさ、うん、画面がもう一枚あれば、うん、別に作業しながらやってもいいんだけど、うんうん、画面2枚しかないからさ、2枚しかない、うん、ちょっと動画編集しながらやるのはちょっと苦だよね。そうね、私も10万になった。やった、やったー、すごいすごい、やったやったやった。
またマルチツール強化。強化しな。どうしよう。どうしよう。どうしよう。しな、また集めてやっからよ。また集めてやっからよ。あなたは何を強化したの？私マルチツール。いや、違う違う違う。どのマルチツールを強化したの？なんだろうこれ。ボルテージリフレクターってやつ。あれか、センチネルのところで手に入れたやつね。あ、そう、なんか一番強そうなやつ。センチネルじゃねえや。背中の羽手に入れたとこで手に入れたやつだね。ちょっと記憶がないけど、多分そう。ださ、じゃあ、私どうしようかな。このクロノブラスター、そんなでもねえんだよな。最初に使ってたやつにしようかな。私さ、なんかさ、新しく出たさ、船あるじゃん。新しく出た船？うん。新しい形の船いっぱい出たじゃん。センチネルの？センチネルのかな、多分。はい。さ。出ましたね。あれでなんかものすごいさ、ごつい戦車みたいなやつあったじゃん。あったね。あれ S にしたくて。まだ捕まえてないんだけど。そうだね、まあ船も使う。まああれは、あれは何のアップデートだっけ。インターセプターか、まあ、1つか2つ前のアップデートだけど、うんうん、まあそれも一緒に楽しんでいきたいですね。ちょっと間飛んでる分も。つってね、さあやっていきますかつって言って、全然こうアイテムの整理から始まる。あらかじめやっとけっていうね。ああ、で、そう、これの、今回のこの、なんだっけ、エコー像を楽しむにあたって、準備している段階で、今回のアップデートでさ、パーソナル生成器マーク2がさ、出たじゃない。出たね。あれね、ありがたいよね。ねえ、ほんと助かった。むしろ、なんで今までなかったんだろうっていう。いや、別に思いつきもしなかったけど、なんかもう、なんだろう、背中はそういうもんなんだっていうふうに思っちゃってたから、全然考えもしなかったけど、確かにって思って、そう、2個にすりゃいいじゃんって思って。ね。そういうものだっていう、こう、先入観があったから、なんかそこをアップデートしてくれよとも思ってもなかったけど、ありがたいね。ね。まあ私はほとんど使わないんですけど。私はめちゃめちゃ使ってる。ほとんどね。素材の調達と生成はヨアちゃんだからね。ね。そうだ。壊れとる。そうだ、こいつあれだ。フェッチリが必要って出てる。面白。フェッチリが必要。ああ、これね。フェッチリないの？いや、貨物船がないからってだけですね。違う、修理。バカ野郎。余計なことを。よいしょ。てか、このマルチツール、もともと持ってたあれより枠少ねえのか。まあ別に金はあるから開けりゃいいか。よいしょ。わーい、わーい、わーい。ふんふんふん。あ、でっかい船。で、とりあえず、なんて書いてある？ミッション。ミッション？何しろって書いてある？ハイジャックの送信元を調べる。送信元を調べるね。まああれだね、ピンに合わせてっていうか、ピンに従って進んでいきなさいっていうことですね。そうですね。なるほど。じゃあまあまあ、ちょっとこれのインストールが終わったら早速、進めていきましょうかね。
わーい。なんか他にやりたいこと、やりたいけどやってないことあったっけ？あなたがやりたいって言ってるけど、なんとなくやってないこと。てか工場は収録しながら建てるって言ったけど、結局永遠に私が時間がなくて建てないから、収録外でちま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 そのヨアちゃんが見つけたやつだけ建ててるっていう。うん。あ、本当は一個一個の工場をちゃんとした見た目にしようと思ってたんだけど、うん、キリがねえなって思って、うん、なんかどんな見た目の工場になるんかなって思ってたけど、全然全然なんか建設始まんないから、ね、まあ自宅すら建設終わってないからね。うん、そうだね、自宅すら建設途中なのに工場を凝って作ろうだなんて、そんなバカ野郎っていう。いやでもね、あのね、めちゃめちゃ時間を取られるからさ、うん、ね、頑張っても工場1個か2個かなって思うよね、ディティールまで凝るのは、うん、あ、やば、これもう1個スロット開けたらお金なくなっちゃうじゃん。まあいいや、そんなにスロットとりあえずスロット開け1個あればいいだろう。ポン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 、マルチツールが早くレミミウムを救わなきゃいけないから。ほんなレミミウム、レミミウムを救おうね。そう、いっぱい作んなきゃいけないの。 S になったよ。やったー、おめでとう。あとはこの枠を、これはあと2枠増やせるのかな。まあこれはね、あなた背中なくなっちゃったの？あ、背中なくしました。なんかダブってても仕方ないかなって思って。あ、おそろっちゃうよかったみたいな、そういうあれ？いや、なんかえぐれとんなーと思って。えぐれとんなー、どういうこと？なんか、リュックが、あれね、リュックがないから。マントが出てないのね。あー、なんか寂しいなーって。身軽すぎないそれ。いや、本当は、私の画面だとマントが表示されてるんですよ。うん、あ、そうなの？うん、はー、私の画面だとマントが表示されているんですけども、動機ずれで、うん、あなたの方でマントが表示されてないので私の背中がスカスカなんです。なるほど、わかった。これ違う、私の船こっちで、あとはさっきのアイテムを売って、うん、で、どれだっけ、あ、これ購入だ。これか、庭師うんたらみたいなやつ。庭師、あれ、これだけだっけ、あ、これもか。なんかイクトスーツ拡張ユニット持ってる、買っちゃおうっと。なんかせっかくだし、はい、メインのアトラスとかあれをクリアしたので、うん、確かのダイバージェンスキューブとかさ、あの辺が翻訳機の素材だった気がする。あ、ダイバージェン、何それ、もう忘れちゃった。ダイバージェンス翻訳機、あなたがとりあえず使わないねって言ってしまっちゃっていいねって言って、そんなのあったっけ。まあもう2日前の記憶がない、これだよ。え、翻訳機、アルテミスの翻訳機。あ、そう、そのクソザコ翻訳機じゃなくて、うん、ちゃんと S ランクの翻訳機つけるかって。え、そうなの、もらったやつ、もらってた、これから作るやつ。とりあえず今、あなたはダイバージェンスキューブとかどこにしまったの、貨物船？ダイバージェンスキューブ、まあ船にも、
手持ちにもなきゃ貨物船だろ。ほんほん、そうだね。捨ててはない。貨物船からそれだけ拾ってもらって、一旦アノマリーに行きましょう。はい。ダイバージェンスキューブと、バイキーンの石板と、ダイバージェンス。なんかひし形のやつ、アトラスみたいな形したやつ。これとバイキンのキューブ石と、うん、あともう一個なんだっけ、ゲックのなんかもあるはずなんだけど、ゲックゲックないかもしれない。なさそう。私の手元にはない。うん、ないです。いいや、その2つ持っていきましょう。はい、多分これだったと思うんだよな。私のうろ覚えの記憶が合っていればだけど。アノマリン、はい、ほんとこのエコーズのアップデート入ってからアノマリンほんとにぎやかだよね。うん、嬉しいです。いつ行っても人たくさんいる。満杯だ。ほんで、ほいほいほい、ほい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 、わっせわっせ、エクソスーツの、エクソスーツの、エクソスーツのアップグレードで、うん、あー違った、ダイバージェンスキューブじゃない、コンバージェンスキューブだ。何コンバージェンスキューブって。よくわかんないけど持ってる。持ってんの？なんか2つ持ってた。なんで？なんで持ってんの？まあ持ってんならいいんじゃない。それを作っておけば、あのそんなに言語を学習しなくても、なんかこいつ何言ってるかわからんみたいなことは減るのかなって思って。へえ、じゃあそれをつけておけば別にアルテミスの翻訳機なくてもいいのかな。うーん、私は持ってないから、まあまたそれを何かの折に手に入れたらでいいや。はい、どうも。じゃあ行きますか。うん、今度こそ。はい、この戻ってきた者たちをクリアすることで新しいマルチツールがね、手に入るはずなんで。ミッションをどっこいしょセットして、よし、さあ収録開始してエコーズやるよって言って早25分。ギャラクシーマップで、あ、ギャラクシーマップか。はい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 、あ、アルザバフォルサ。あー、そこね。よいしょ。レッツゴー。はい。いやー、しかしアトラスもアルテミスも、うん、2人で一緒に動かしてたら全然なんかちゃんと進まなくて、結局バラバラに、うん、ね、ゴリゴリ進めたよね。うん、ああ、どうしてもね、そういうのがつきものだよね。うん、
い、着いた。はい、着きました。多分全然関係ないけど、はい、今やってる共同探検、うん、なんかスキャン系でバグがあるらしいよ。あ、そうなの。なんかそれを、その条件を満たしちゃうとどっかで完全に進行不可になるみたいなのがね、怖っみたいなんで、まあ、やるまでに修正が入ってなかったらちょっと見極めて気をつけながらやろうかなと思います。うん、送信元めっちゃビコン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 しとる。ビコン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 、ほんとだ、めっちゃピコという。これかな、この建物っぽくない、なんか建物っていうか、え、なに、もう私が降りたとこのこれ、これじゃねえんだ。あれ、そもそもターゲットスイープ、ターゲットスイープじゃねえんだ。あれ、どこ、あれ、マーク消えちゃった。ああ、そういうタイプか、これ。私のとこに、私のとこと場所違うのかしら。ああ、あなた随分遠いね、1時間って言ってる。これさ、一緒にやっちゃいけないやつじゃない、もしかして。なんかそんな感じするよね。ねえ、なんか消えたってことは、つまりそうだよね。これはそういう感じするね。そうだね。よし、とりあえず一旦抜けて、どうしようかね。あ、でも、ものにやると思うんだよな。まあ一旦とりあえず抜けて、抜けて、よいしょ、まあ、とりあえずこの今の下りを抜けた後にもう一回合流して、でその後もこういう症状が続くようだったら、もうバラバラに進めるしかないね。そうだね。まあ、1回ぐらいはダメ元に合流してみましょう。うん。結局全く一緒にできなかったのってあれか、あの虚無の卵だっけ。うん、あの宇宙船、あれできなかったね。あれは確か全然できなかったよね。結局バラバラにやって、まあ、あれは、まあ、動画にする気もないんだけど。ああ、ハイジャックの送信元出てきたわ。まだちょっと場所違うんじゃない。いや、私、あの、自分の基地に戻されちゃったから。あー、なるほど。ワープしなきゃ。あー、これ、あれか。ん？なんだっけ。14、4、9。そもそもお星様が違うわ。あー、なるほど。じゃあ無理かもな。うん、無理かもしれない。14、4、9。よいしょ。わー、どっこいしょ。はい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 。770。うん、遠い。
マルチツールの封印を無効化。お前だな。走れー。ああ、見た目あんま変わんねえな、今持ってるやつと。走れ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 。イオン電池はあと2個しかないじゃん。作ろう。うん。うわあ、スーパーセル来ちゃったー。イオン電池ってソジウムだよね。コバルトです。コバルトか。コバルトフェッチリです。私持ってるのかな。まあ、作れるだけ作るか。よいしょ、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 わー、コバルトフェッチリ、コバルトフェッチリ大丈夫です、50個ほど作れました。うん、あ、着いたら教えてください。はーい、あと480です。はーい、私もこのダイバージェンスキューブしまっちゃおう。いらないし。おいしょ。遠いなぁ。まあ、つってもね。おいしょっと。ダッシュパンチしてればすぐでしょ。おいしょ。あと300m でーす。はーい。山だからさ。あー、なるほどね。山の向こうだわ、これ。まだ地道な山登りしてんのね。うん。あー、なんか貨物船がぐちゅぐちゅになってきちゃったな。今度整理しよう。あ、これか。発見しました。はーい、じゃあ進めますか。回収データ持ってる私。よし、では進めます。はーい。あんま何ってか全然わかんない。なんだって。オモトバジーは私の船をハイジャックしようとした時と同じ機械的な声で話す。しかしその言葉、つまり言語だとすると何を言っているかわからない。わかんねえよ。はんはんはん。ウェーって言うんだけど。うん、座標。何あげた？アトランディウム。はい。ここに船を呼んで、はい。よーし、座標抽出しました。レッツゴー。視界が悪すぎる。あ、どっこいしょ。すぐそこだな。モノリスか？これは。おっと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 。ああ、どっこいしょ。
あー、知識の石にアクセスして、あー、もうアーマードコアの癖でジャンプで違うボタン押してしまう。違うんだって。不協和音のインターフェースか、これ。あー、こんにちは、こんにちは。アクセスした？した。うん、アトランディウム。抽出した座標はこの隠されたインターフェースを指し示しているようだ。だがこれは明らかに古代建造物のメインインターフェースではないようだ。ないの？違うの？どうせまたアトランティリウムでしょ？色的に。アトランティティ。パチパチ。音を弾け。音を立てて弾ける。あ、なんか上が光った。有毒ガス防御停止じゃないんだよ。よし。ふん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 。エンティティ。エンティティ。はは。コーバック成功に監視されている。なるほど。前見とこ。じゃあ私は現在にとどまる。なんかトロフィーもらった。え、ああ、じゃあ、後ろ。はい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 。トロフィー？言葉じゃなくて。あ、言葉もらった。現在にとどまる。はい、とどまりましょう。はい。数値データを抽出する。お。よし。言葉。学んだぞ。今ならもっとうまく理解できるかもしれない。はーん、なるほど。これでさっきのとこに帰ればいいのかな。あれ、旅のマイルストーン達成。なるほど。次が表示されねえと思った。そういうことか。そんで次は、あれ、どこだっけ。キャンプ、キャンプ。ああ、オートファジーの頭と話す。はい。次、なんか今の一瞬でとんでもねえ数の言葉を教えられたんじゃね。これめちゃめちゃ称号がアンロックされるんだけど。へえー、そうなんか。よいしょ。で、どこだ。あ、どこ。よいしょ。場所が、あ、出てきた、出てきた。はい、よいしょ。ただいま、ゴトファジさん。おそす。頭に触る。え、何入れるの？の修復を開始した。え、あー、今の数字か。8414。あのね、あれ、あの、そこのモジュールいくつっての数字を覚えておいてください。あ、すごい番号が違う。覚えました。うん。したら、その順番で象形文字を左から入れてってください。お分かりかな？ちょっと今話しかけないで。あ、OK、できた。あ、よかった。こんにちは、構築済みのエンティティ。ご協力ありがとうございます。私はオートファジー、おにゃらら。構築済みのエンティティと対面するため、ここに配置されました。このキャンプは一体どうやって見つけたのですか？ハイジャックについて問い詰める。てめえ、この野郎。あなただったのですね、じゃないんだ。あ、事故なんですね。はいはいはい。
ずいぶん昔だね。4000年近く昔、ね、の割には錆びてねえな。うん、いや大丈夫か。あー、おお、あら動かなくなっちゃ、ん、おお、トラベラーです。これまでにこの惑星以外の星を見たことがあるのでは、たくさん見てきたよ。かわいいポータルだって。虚無っちゃってるよこの子。ポータル、そういうことね。認めます。はいはいはい、妨害者？お使いのスキャナーに拡張機能が必要です。図面を私から提供しますが、機能自体は自分の手で作らなければなりません。え、マルチツール？スキャンハーモナイザー？暴走カビ？暴走カビだと？おう、私らが暴走カビなんて取っておいてると思うか、思うてか。全部ナノマシンで暴走カビなんて。いや、なんかこの星ありそうだな。あー、星が3つ3つの暴走カビ。いやー、でも暴走カビなかなかねえんだよな。うん、プロチェッチャ、プロカーボンナノチュール、はいはいはい、プロチェッチャー、はいはいはい。うん、あなた暴走カビ持ってんのか。はい、暴走カビですか。粘体も持ってない。粘体？ネチョネチョしてるやつ。うん、なんか そんなんで暴走カビ作れるんだっけ。作れたような気がするけど。暴走カビは作れんくない？暴走カビからそれに変わっていくんではなかったと思うんですけど。あ、ちょっと分かんなくなっちゃった。あー、これをあなたに渡したい。届けー。あー、ストームクリスタルしか見えない。え、でも暴走カビはナノマシンクラスターに直接なるから。あー、入れてなるから。あ、ここ室内じゃないじゃん。粘体をぐる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 入れ続けると暴走カビになります。あー、そうなの。うん、まず粘体、粘体持ってなさそう。取っておかないからな、粘体。そうね、あれでしょ、あの粘体が取れる、なんだっけ、荷物見つけりゃいいんでしょ。うん、お荷物はございませんか。お荷物ございませんね。歯車のマークはね。はいはいはい、有毒ガス防御停止ですね。わかりましたよ。イオン電気を上げよう。頑張って防御してくれ。困ったなぁ。困ったね。
まあ、バラバラだと役割を分けてるからこういう時に困るんだよね。うん、私に行こうか。なんか渡してもらった方が早いかもしれんな。な、じゃあ一旦あそこにいて。あ、はい。こんにちは、ヨワゾンです。お届けに上がりました。どこ、あ、埋没してないモジュールだ。本当だ、ここにも2つあるぞ。ここそう、うん、これそれは取った、あ、これか。はい、あー、どうもすいません、2000個も持ってるんですね。え、これ半分です。そうか、途中でもう効率悪いからっつってやめたんだもんね。うん、いや、どうもお手数おかけしました。いいよ、じゃんね。じゃんね。まあ、持ってきてもらってよかったわ。今、一応微妙にあの年帯を手に入れたんだけど、うん、51個しかなかったから、またもう一個、あの、壊れたデバイスを探さなきゃいけなかった。いや、とりあえず探しとけば、あの、ごめん足りたわって言っても、あの、足りなくてもどっちに転んでもおもろいかなって思う。よし、作れましたね。じゃあこれでインストールして、いや、よかった、さっきインスワーク1個追加しといて。よかったね。いや、絶対なんか、あー、いや、足りてるよ、足りてますけど、どっかで足りなくなりそうな気がすんな。アトランティディウム、アトランティディウムとラリアントシャード、あ、いいわ。まあ、とりあえずインストールしました。はい。誰、知らんやついる。え、わわ、なんかいっぱい。あなたはどこに行ったの。え、自分家のキャンプに、キャンプっていうか、あの、あー、調和したキャンプ、調和、さっきのとこ戻ってきた者たちの。いや、私あれから一歩も動いてないんですけど。あ、インストールしたら見えるようになったってこと。そう、スキャンハーモナイザーは L3 で起動できる。あ、なるほど。これでスキャンして、なんか出てきた。はあ。君たちが、ようこそ事前構築済みエンティティ。
なんていうのか全然わかんない。あとこの人か。はあはあはあ。相変わらず何言ってか分かんないね。ん？ナーダ？ナーダ。ナーダ。ナーダなの？だなーだ。はい、っていうことはアノマリー行きということでしょうか。んだね、行きましょう。ナーダに相談する。はーい。アルテミスミッションやってて思ったけど、その断るごとにナーダなんだよな。ね、何かあったらナーダ。そういう窓口だった。窓口かもしれんな。でも相談しなくても済むんだよな、ナーダ。うん。ちゃんと話を知りたい人はなんかウィキとかを読みながらナーダにも話しかけて、あのポールにも話しかけて、うん、ちゃんと話を読み解きながら多分進んでいくと思うんだけど、うん、ちょっと読んでてもよく分かんなかったんで、うん、まあすごい初期の船が3隻もある。お、いや4隻5隻すごい。なんか初期船いっぱいある。お、わ、新しく始めた人いっぱいいるのかな。いいね、いいね。スイッチ勢かもしれん。ほんほんほん。メロディック、あー、オートファージーのことを話す。メロディックな言語。ほんほんほん。不十分？ポールちゃんに話しかけって。はい。ビルダーエンティティ不正アクセス。ビルダーに尋ねる時だ。尋ねても何もわからない気がするぜ。あら、嬉しそうだね。はい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 。宇宙を連れてきたのか？おーおーおー、暴れないで。ははははは。踊り狂うね、はいはいはい、どうぞ。何かを知っていると。破壊再建、何を試せばいいか私に考えがある。新しいプロジェクトだ。うーん、データ一式を送信する。じゃんじゃん進むね。惑星を探せってよ。アウチ。エコーシードを探す。エコーシードとはなんじゃろな。宇宙でギャラクシーマップを使い不協和音の惑星を探す。多分さっき言った星不協和音の惑星だと思うんですけど、違うんですかね。ね、検出してるけどね。それでどうするんだい？うん？まあとりあえずエコーシードとやらを探しゃいいんですか？よくわかんないけど、降りて。近く帯エコーを見つける。探すんか。
あ、なんか上下わかんなくなっちゃった。あー、こうか。え、なんかよくわかんないところに降りちゃった。なんだここ。あ、どっこいしょ。ターゲットスイープを起動して、近く帯エコーを見つける。あ、あった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 。よいしょよいしょ。で、エコーの場所でスキャンハーモナイザーを展開する。あー、これか。あ、どこよ。見づら。え、どれだよ。よいしょっと。え、あ、これ。どれどれ。どれが近く帯エコーなの。ちょっとうるさいうるさいうるさい。わかんないけど、まあここで起動すりゃいいのかな。おお、出てきた。おお、なるほど。出てきた。はあ。ほんでこれ削りゃいいの。削った、出てきた。おお、はあ、なるほどね。ああ、見えないってことなんだね。すごい面白い。はあ、スキャンすることで見えるようになると。はい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 。で、一個手に入れただけでいいのかしら。構築物を読み覚ます。なんのこっちゃ。アノマリカイラいるか。多分帰ればいいんだよね。多分。まあ他にもなんか近場で見えるようになったエコーシートを削っておくか。あれ、私の船どこ。私の船どこ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 。え、船どこ。あった。呼んだらいいや。あったのね。あった。なるほどなるほど。スキャンして新しく見えるようになるものがね、出てくるんですね。はあ。考えたね。ちょっとねえ、ちょっと獅子獅子だよ。まったく。それではアノマリに向かいます。めんどくさくなっちゃった。呼ぼ。結果、いや、もういいって。もういいの。なんだかよくわからないけど大変そうですね。うん、モテモテだから。ちょっとしつこと思って。違う、ギャラクシーマップじゃないです。違います。あ、どこいしょ。ポロちゃん持ってきたよ。あー、どっこいしょ。ポロちゃんポロちゃんポロちゃん。あー、ちょっと危ない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 。ちょっとみんな一斉に入りすぎたってぶつかるよ。あー、危ない。ポロちゃん、はい。今4隻か5隻ぐらいまとめて
まとめてあの森に入館しててもうみんなぐっちゃぐちゃでごった返しながら入ってたけど麻薬スタックするところだよ。うん。なんだ君じゃないポーロ。ああ忙しかったんだと。はあ、はあはあ。エコーシートはいどうぞ。スパークだ。でさ。で。こっちじゃないわ。なんかまたなんとかさんに渡せって。なんだって。わお、うわーすごいな。あれ、はい呼び覚ます。エコーシード組み立て完了した構築物を呼び覚ます。え、ん？あ、なんかいるの？そこに。うわあ、いる。わあ。挨拶。こんにちは。ああ、これ。呼び覚ます。動いたー。お前、そこが顔だったんだ。キョム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 。はい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 。はい、なに？こんにちは。みんなキョム大好きだね。ね。作ってって言われた。ポリフォニックコア、オートファジーの共鳴鍵、スキャナー用のアタッチメントだそうですよ。オートファジーユニットの隠された信号を解読できるようになる。ほ。ということは、私はいよいよスキャナーマルチツールの枠が足りなくなったということだな。まあ、マインビームのやつ1個外しとくか。私もなんか外さなきゃな。で、アトランティニウムと量子コンピューターといけるガラス。いけるガラス？まだ作れる？いや、作れないけど、うん、あほら、さっきたくさんいただいた生マシンがございますので、うん、せっかくアノマリーにいるしね。うん、いけるガラスってガラスといける真珠でしょ。え、真珠じゃないよ、潤滑剤だよ。あ、潤滑剤。はい。お潤滑剤。はい、潤滑剤はね、セシウムとガンマルートです。あーあー、ちょっと貨物船の様子でも見てきます。はい。ペシウムが足りないけど、でもペシウムって育つの早かったよね。確か。早くなかったっけ？どうだったっけな。ワンチャン基地で育ってる可能性が。ペシウムはモーダイトを変換すればできるよ。ああ、じゃあモーダイトでもいいのか。もうどっちかはさすがにあると思うんだよな。
ドモダイトは動物から取れるんで。そうね。まず潤滑剤でしょ。あ、潤滑剤のレシピは何かでもらったから、フィシウムないじゃん。フィシウムがないから貨物船から、あ、モーダイトは3000個ぐらいあるわ。おう、それを変換じゃ。絵をエクソスーツに入れて、フィシウムは50個あれば作れます。50個がないんですよ。12個しかないんですよ。あ、だからモーダイトを変換するときに50個を作れば、あ、はいはいはい、いいんじゃないっていう意味の、うん、あ、例えば78個、はい、用意したんで、はい、問題ございません。で、潤滑剤を作って、うん、で、ニーケルガラスを作る、うん、からの、うん、ポリフォニックコアをインストールすると、チャージにアトランティリウムを使うの？マジか。1回のチャージで40か、40で 33%？ マジか。なんと、チャージしたらなんか遠隔モートファジー信号を検知とか出たんだけど、何これ。あ、これ 100% にすると勝手に見つけうるの？え、そうなの？ 100% にできなかった。100% にしたら勝手にゼロになっちゃった。あら、なーだー。アントランティリウムを幾枠か無駄に消費してしまった気がする。貴重なアントランティリウムを。やべ、そこら辺に転がってるから、うん、貴重ではないんだけどさ、うん、集めてるとすごい進みがもっさりするから。おや、これは貸し切りアノマリー。え、何、何の音これ。あ、はい、で、ナーダに話しかけて、え、なんかミッション増えた。話したくない。うん、はあ、なるほど。機械の祈り、モートファジーとの謁見。調査を拡大する。ナーダはオートファジーをもっとよく知るために彼らと直接交流したり、アトランティリウムの特性を試したりすることを提案した。オートファジーとの謁見または機械の祈りを選択して次に進もう。まあ、とりあえずさっきの星に戻んないといけないんだな。どっちからやります？オートファジー。オートファジーの謁見。うん、よし、どっこいしょっと。で、多分船に乗ってからアトランティリウムでチャージしてやればいいのかな。きっとここでチャージしてもまたアトランティリウムを失うだけだと思うんだよね。とりあえずアトランティリウムさんを狩る。よいしょー。
よこせーい。待って、どこが地面だかわかんない。あらしか、これは。うわわ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 わ、あー全く見えなかった。あーあーあーあああ、はい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 、あーエクストリーム嵐。これラディアントシャードじゃん。多分ラディアントシャードもいるんだと思うんですけど、うん、シャードさんはね、たくさん持ってる。ちょ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 、もうすぐちょっかいかけるんだから。あー、ちょっとあなたが取ってる間に私も取ろう。よいしょ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 、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。ほい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 。いやー、私なんかこのマインビームを使って何かを取るってことがすごい久しぶりな気がする。そうだろうね。うん、いつもあなたが集めてきてくれたものをこう湯水のごとく使っていたから。そうね。あべ、センチネルが来ちゃった。あれ、個人的にちょっと思ってるのは、はい、この黙々と集めてるとき、うん、ワンちゃん早送りすればいいかなと思ってるんで、うん、のと休みに喋らなくてもいいかなと思ったりしてます。うん、とりあえず1000個ぐらい集めるよいいかな。うん、お腹空いてきた。1100個になりました。お腹が空いてきた。よし、私も1100個になった。はい、あ、チャージせい、チャージせいって言ってる。チャージするぞ。はい、どうぞ。チャージしますかね。はい、はい、チャージした。そしたら、はい、スキャン。うん、信号検知。はい、信号。はーい、レッツゴー。あ、これか、別の惑星じゃねえか。1時間。星が違うんですけど。なんと。あ、違う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 。私の船あっちだって思ったら、今目指してたの私の貨物船だった。500メートルかめんどくせえな。呼びましょう。Let's go。 あ、どっこいしょっと。わーわー、着いた。もう現着したの。うん、私まだ今無大気圏突破しております。
うわ出てきた。到着。挨拶。この場で使えばいいのか。マーカーのところで。マーカーのところで、あのスキャン。スキャン。スキャン？電池処理ユニットを検知。おお出てきた。こんにちは。みんな私のこと事前構築済みエンティティって呼ぶじゃん。評価不足。あれか、こいつらもあれがあんのね。あの好き嫌い、好き嫌いというか、あの何評価プラスマイナスが。え、なんかよくわかんないけどミッションスタート。はい、はい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 、はい、あげる。どうぞ。ガラスクリップ、マークのついたガラスクリップか。はいはい。オートファージーに挨拶する。お前すごいところにいるね。宇宙船の下じゃん。どうやって作るんだい。カーボンナノチューブ。ワン、ツー、スリー。はい、産んだ。産んだよ。うわー、なんか出てきた。組み立てが必要。これ進めればいいの？あ、どうもどうも。聞いてる？まあミッションスタートすればいいのね。うん、ミッションスタートしてそのまま進めました。半物質格納容器を4つ作成する。そんだけ？なんだにこれ。君位置が悪いよ。そこだと私ユートピアスピーダーに乗っちゃうんですけど。で何？よくわかんないけど評価を上げりゃいいんだな。ちょっとちょっと、よしよし。ちょっとユートピアスピーダー邪魔。あなたは一つの妨害者。繊維ガラスクリップ。なんだこれ。これがあれか。新しいマルチツールのパーツの1個ってことね。はん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 。そんで。繊維ガラスクリップを組み立てる。カーボンナノチューブ。またもうカーボンナノチューブがどうとかってさっき言ってたから、もうその先やってんだよね。うん、組み立てた。組み立てて、組み立てて、渡すのね。なんかよくわかんないけどいろいろお話ししてる。誰に話しかけりゃいいんだこれは。
おうおう、どんどん評価が上がっていくぞ。うん、評価を上げりゃ繊維ガラスクリップを作成する。終わった。うん。で、別の線形でもっと多くのオートファジーニアを宇宙空間でギャラクシーマップを開いて、まあ、他のオートファジーニア会えってことね。うん。なるほど。なんかこの辺から合流できそうな感じせん？そう？あ、そうでもない？わからん。わからんけど、どうしよう。お腹が空いた。お腹空いちゃった。いや、一旦この辺にしとこうか。はーい。ちょっと今飛んじゃったんで、あと宇宙ステーションまで移動します。何あれ、巨大なアーカイブ、そんなんあったっけ。でかー。でかいんですね。でかいんですね。感想雑か。いやでもそう思ったんだもん。でかいですねって。はい、どっこいしょっと。到着。はい、ということで、はい、無事オートファージーは、オートファージーと出会うことはできましたね。うん、ね。はい。なんか私の画面に毒のエフェクトが残ってんだ。毒毒。はい。はい、ということで、5回で、新しいマルチツールを作るためのうちのパーツの1個を手に入れたっていうことになるんですかね。かね。まあ次回も引き続き、まあいろんなオートファジーにあって、うん、で、まあそれが終わった後に機械の祈りを進めてって形で、うん、まあちょろちょろ進めていきたいなと思います。合流できそうなら合流してやっていきたいですね。そうだね。はい。で、私が締めのトーク喋ってる時にあなたゴリゴリ掘ってんのね。あ、やばいな。何のことかな。画面チラって見たらもうゴリゴリに掘ってるよ、この人。目についちゃったんだもん。はい、ということで、はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。